さんの飯を100枚、どうもクラちゃんです。みんなお久しぶりでございます。クラちゃんでございます。久々にね、夏ということで YouTube の動画を投稿しようと思ったんですけど、何の動画を投稿しようかなって考えてたら、そういや1個いいネタあったなと思って。私ですね、去年化粧品検定1級という化粧品に関する検定を受けて1級合格しちゃったんですよ。でもただ1級合格するだけじゃ、まあある程度勉強すれば誰でも取れるんです。何がネタになるかっていうと、僕化粧品検定3日で合格しました。自慢とかじゃなくて事実なんで。まあでも3日で合格したっていうね、証拠はないんですけども。化粧品検定行く、なぜ僕が応募したかっていうと、美容系 TikToker なりでなって思って、美容系になるにはやっぱ勉強しなきゃいけないじゃないですか、美容法とか。いや、まず何やろうかなって思った時に Google で調べたら化粧品検定1級が出てきたんで、とりあえず応募しましたと。応募したらいいんですけど、完全に僕そのことを忘れててですね、大量の郵便物の中から化粧品検定の受験票が出てきて、それがね、確かね1週間前ぐらいだったんですよ。で、3日勉強したら化粧品検定1級に受かったので、今回はみんなに化粧品検定1級の受かり方を教えていきたいと思います。本当に3日で受かったのかとか、そういうやわな話はやめようや。本当に3日で受かったんや、おいは。今回は3日間で僕が何をしたかっていうのを具体的に言うんで、それをやってみてください。受かるんで。僕はね、テスト勉強が大の得意というか、一夜漬けがめっちゃ得意のタイプの人間なんですけど、高校時代はちゃんと一応ね、学年1をね、いっぱい取ってたりとか、大学時代にはテストがいいから何回か表彰されたりとかをしたんですよ。なので、勉強のコツは一通り分かってるというか、テスト勉強のことはすごい得意なんで、それも参考になるかなと思って皆様にこれから情報を提供していきたいと思います。それでは皆さんご一緒に、はい。いただきます。ということで、1日目にやったことは教科書を一通り読むってことでございます。 Kindle で教科書を買って、まず教科書を一通り読みました。ここでまあね、覚えるとかそういうのはなしで、とりあえず一通りどこが受験範囲なんやってことで、化粧品検定1級の教科書をバーってなんか流し読みしたんですよ。一回通して読むことで、まあなんとなく紫外線がどうのみたいなのを、こういうのが試験範囲だなって一通り全部読みます。これでまあ、ね、2時間ぐらいかな、2時間ぐらい読みました。そしたら次にとりあえず問題集を全部解きます。この試験4択なんですよ。問題集が何がすごいって、ほぼほぼ出る問題と傾向が似てるんですよ。なので教科書よりも問題集大事。ただ問題集を解くだけじゃまあ解けないかなぐらいの感じで考えてもらったらいいかなと思います。でとりあえず1章ごとにとりあえず解きます。絶対わかんないけど、とりあえず解いて、解いた場所の理由が問題集の答えに書いてあるんで、それを見て覚えつつ教科書に照らし合わせて、そこの該当箇所だけまず読む。4択だったら答えられるかなぐらい覚えます。ここで一番大事なのは、まあ、出題傾向が大体わかるというか、教科書の大事な部分がわかるので、これをまあとりあえず問題集1回と、1回目は全く解けないと思うんで、次答えが分かった状態で2週3週します。3週目ぐらいになってくると、まあ大体7割ぐらい4択なんで覚えちゃうわけですよ。再度教科書を1週読みます。そうすると問題集を3回ぐらい読んでるんで、意外と何言ってるか少しずつわかるようになってくるんですね。っていうのを1日目にやりました。読むのが1回目と2回目で2時間2時間で、問題習得ので時間かな、8時間ぐらいやりました。2日目何をやったかっていうと、内容をしっかりと理解しないと解けないと思いまして、化粧品検定で一番難しいところっていうのはカタカナの成分なんです。こんないっぱい覚えられないということで、とりあえず YouTube で化粧品検定1級とか調べました。そしたらめちゃめちゃいいチャンネルがあったので教えます。文系のためのコスメ検定教室っていうチャンネルがあるんで、それを一通り見てください。1.5 倍2倍でもいいです。3週ぐらい、まあ流し見ても理解できるようにいい感じにできてるんで、まあ、2倍ぐらいで2回か3回見ましょう。そうするともうかなりカタカナの用語が頭に入ってくるようになる。頭に入ってくるようになるよ。あのね、例えばグリセリンがね、どういった効果を持つのかなんか、もうざっくりと、もう YouTube 3回ぐらい見たら覚えてくるんで、それに照らし合わせて教科書を見ながら3週ぐらい読みましょう。そしたらですね、問題集を再び解きます。そうするとですね、意外とその問題がなぜその答えなのかっていうのが分かってきます。非常に後悔したことが1個だけあって、日本化粧品検定っていうのは非常に問題傾向があるということです。ということは、1個の問題集だと厳しい。過去問とか20年分とか解くじゃないですか。過去問は出してないんで、そんな中日本化粧品限定っていうのは早期申し込み者限定で問題集をもう1冊か2冊ぐらいくれるんです。それをやっとくとかなり点数が上がると思います。まあ僕はもうなかったんで1冊しか、それをやっただけなんですけど、そこはみんなねちゃんと見て応募した方がいいと思います。そんな感じで、まあ2日目はあんま勉強できなかったんですけど、3日目は一番ちゃんと勉強してます。3日目やったことはまずね、2級の問題集を解くことでがありますからして
ここで2級がよみたいなね。2級の問題集もあったんですよ。受験要項読んでなくて見たら2級も入りますと。1級の範囲には1級の教科書外の2級の範囲からも出ますということで、とりあえず2級の問題集を一周しました。その問題集と照らし合わせた場所だけ教科書を見て、その問題だけ解けるようにしました。2級の勉強する時間がないんで、とりあえず問題集のところだけ解けるようにしておこうって教科書こうやって見ながらやりました。2級の問題集も2、3週ぐらいしてその問題だけは解けるようにしておきましょう。で、3日目に次やったことは全体の復習ですね。まあここまでで出題範囲というものはある程度網羅してるわけですよ。文系のためのコスメ検定教室ってチャンネルと教科書、そして問題集、この3つを復習します。もう問題集は 100% もしくはまあ 95% ぐらいは解けるようになるまで4択を解いて、間違った場所は教科書を見てなんで間違ったかっていうのをしっかり覚えていきます。文系のためのコスメ検定教室は60問問題を出してくれてるんで、その問題も一通り分かるように解きました。まあ、4択なんでね、そんな時間がかからないですよ、一周する。それを繰り返して、だいたいこんな問題が出るだろうなっていうのを押さえておきました。で、最後にやったのは苦手部分の強化でございます。絶対に頭に入ってない場所っていうのはあるんですよ。問題集を解いている中で、どうしても間違えてしまう場所だったり、他の4択の用語が分かんなかったりする部分は、それこそ YouTube チャンネルを見て、教科書を見て、苦手部分4択で出されたら分かるかなぐらいの感じにしました。4日目はね、寝坊してね、ギリギリに行っちゃってね、ほとんど復習はできなかったんですけども、奇跡的にですね、8割ぐらい取れたのかな。結果的には取れてですね、商品検定1級を合格できちゃったということで、皆さんもテスト勉強とかすると思うんですけど、意外とテスト勉強ってね、先生たちはね、過去問と傾向が似てくると。大学の勉強とか、ほとんど過去問とかを解いてですね、それに照らし合わせる勉強法で、めちゃめちゃ成績が良かったということで、この勉強はね、あらゆるテスト勉強において有用なのではないかと思います。トップを目指したい人はぜひ過去問重視でやってみたらいかがでしょうかということで、というわけでね、皆さんも商品検定応募してみてください。合格したら僕まで DM ください。おめでとうって送るんで。それでは皆さんね、次回の動画でお会いしましょう。それではまた。